今紹介した、私のセカンドフルアルバム、今日持ってきている CD ですね、から1曲演奏したいと思います。双子座流星群の夜という曲を聴いてください。ありがとうございます。聴いていただきました。双子座流星群の夜という曲でした。ありがとうございます。先ほどね、MC の方からもご紹介いただいたように、僕は関西中心で活動しているウクレレプレイヤーなんですが、実は2015年に行われた日本の一番大きい日本の大会、ウクレレの日本大会が
となるものがあるんですね。その G ウクレレコンテストというものでですね、優勝し、2015年に日本一になることができました。そしてそのままありがとうございますありがとうございますそのまま、その翌年16年にはですね、タイで行われた世界大会の方で、優勝し、なんと世界チャンピオンということでね、ありがとうございます、はい、こんなね若造が世界チャンピオンになってしまいまして、まあ、すごく嬉しく思ってね、まあそれをちょっとこう、それからねすごくもう活動にもこう、より一層力を入れて、精進しているわけなんですが、そんなわけでいろいろとね本当に全国、世界で演奏して活動しています、またどこかでお会いできたらいいなと思っているんですが、あと、楽しい時間というのは早いものであと残り2曲となりました、1曲はカバー曲を、そしてもう1曲は最後に自分のオリジナルソングを演奏して、このステージを降りようかなと思うんですが、